おはようございます。3月5日金曜日、朝5時58分です。それではいつもと同じでモーニングコーヒーはバリスタいただきます。うまい。で、今日撮影に使っているカメラですが、先日からちょっとお気に入りで使い始めた DJI のポケット2になります。で、今までは付属のワイヤレスマイク使用してたんですが、実はね、ワイヤレスマイクを使わずに、ポケット2使ったっていう記憶があんまりちょっとなくて、まあ1、2度ぐらいはあるかもしれないんですけど、内蔵のマイクで撮影したってことがあんまりこう記憶にないので、今日はワイヤレスマイクを使わずに、ポケット2内蔵のマイクで撮影してみたいと思います。ワイヤレスマイクを使わないということで、いつも装着している Wi-Fi のアダプター、下側につけるビヨンド伸びるアダプターですが、あれを外した状態で今使用しています。キャップだけつけています。サイズ感がさらにこう小さくなって、手でこうすっぽり覆い隠せるぐらいの大きさで、ほんとポケットサイズですね。まあ、ただどうしてもね、この液晶面が小さくなるっていうことで画面が確認しにくいっていうのはありますが、まあ画角だけこう確認できたら、まあそれはそれでいいのかな。というわけで今日はこのポケット2でちょっと撮影このまま続けていきたいと思います。じゃーん。もうずいぶん前に届いてはいたんですが、なかなか作業する時間はあったんですけど、作業する気が起こらなくて、そのまま放置されてた。ちょっと開けましょうか。これ一回ね、以前も紹介したことあるんですけど、以前紹介した充電式の LED のソーラーライトになります。これ上側見てもらうと、この上側部分にソーラーパネルがあって、内蔵のバッテリーに充電して、で LED が光るというような、そんなライトで、玄関周りだとかポーチだとか、あとうちは駐車場なんかに設置したんですが、めちゃめちゃ使いやすかったんで、さらに4個2セット追加しました。で、このライトですが、一応ね、センサー式になっていて、人とか車とかを感知すると、こう、パッとつけたりだとか、あと、常夜灯としてつけっぱなしにしたりだとか、いろいろパターンを3種類だったかな、選択できるようになっています。めちゃくちゃ便利で、非常に気に入ったので、追加で購入してみました。なかなかもう取り付けする暇や時間はあるんですけど、取り付けするなかなか気分になれなくて、ちょっとしばらく放置してたんですけど、そろそろ装着しなきゃなということで、今日はただあいにく天気雨なので、また午後から雨が止んでからか、また明日あたりに装着しようかと思います。これ直接光が当たると多分ダメなのかな。こっちで見ようか。結構ね、これ明るくて、こんな感じでめっちゃ明るい。で、価格もすっげえ安くて、2個セットでいくら2000円台で購入できるので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。で、取り付け方法は一応付属のネジを使って、ここにネジ穴があるので、簡単にねじ込んで止めるか、うちがこの間やったのは、タイラップ結束バンド使って固定っていうやり方やってみました。重さもそんなに重くないので、結束バンドといったああいったバンドで固定っていうのも可能だと思います。めちゃくちゃおすすめ。今日は3月5日、5のつく日ということで、ヤフーショッピングだとか、あと楽天なんかもそうなんですが、5のつく日っていろいろポイントがこう倍増される日なんですけど、今日も朝からヤフーショッピングの方で、大物落ちりました。で、到着がどうなのかな、今週は多分無理だと思うので、来週あたりに、届くかと思いますので、またご紹介できたらと思います。というわけで、本日も一日お付き合いどうぞよろしくお願いします。
じゃーん。野望用で岡モーターさんに久しぶりにやってきました。相変わらず展示車両多い。アポなしで来たんですが、藤沢さんいるかな。そして JB64 の横に JB23。 この青かっこいいな。ほとんどフルカスタムですね。お、めっちゃかっこいい。インチアップもしてますね。バッチリカスタムしてて、でマフラーはこれ富士坪のマフラーですね。でショックはこれはビルシュタイン。おお、かっこいい。やばい、結構雨降ってきたんでちょっと中に避難します。キリマンジャロ。いただきます。うん、うまい。ちょうどお昼になったので今日はジョイフルでランチいただきます。結構風が出てきたな。日替わりランチ、今日は金曜日なのでハンバーグと唐揚げ。昼前はこっちで。日替わりランチこっちにされますか。こっちで。上でドリンクバーどうされますか。いらないです、はい、でご飯少なめにしてください、はい、ハンバーグと唐揚げとサラダ。ライスは少なめです。いただきます。それではハンバーグから。うん、うまい。お次はカラオケよ。あっこごちそうさまでした。お腹いっぱいです。それでは事務所に戻って仕事します。少し早めですが本日の仕事終了しました。でプシュってやりたいところですが、ちょっとそれは後に置いといて。じゃーん、ウランジさんから届いた商品になります。 PT13 でトリプルコールドシューアダプターという商品になります。で詳しい詳細だとか使い方についてはまた改めてちゃんとしたレビューやろうかと思います。今日は開封して中身の確認だけちょっとだけやって、でいろいろとねこう使い方考えてることがあって、本来の使い方とはまたちょっと違った使い方になるかと思うんですが、この面白い使い方考えられてる方がいて、ちょっとそれをねまず試してからちゃんとしたレビューやろうかと思いますのでご了承ください。じゃあ開封していきましょう。これ開封して次のちゃんとしたレビューやるときにまた中に戻してやり直しします。取説だとかステッカーですね。あ、一応UU リグになるんですね。どう出すんだ。突っ込んでるだけか。はい。で、今回届いた商品ですが、これですね。要は、これをカメラの三脚部分につけたりだとか、あと、あ、逆もいけるのか。ああ、なるほど、なるほど。ちょっと試しに使ってみましょうか。ウランジの PT13 トリプルコールドシューアダプターですが、一応想定している使い方としてはこういった使い方になるかと思います。で、また自分なりの使い方だとか、面白い使い方っていうのは、これから少し考えて次回ちゃんと紹介するときにまたご紹介できたらと思うんですが、まあ、普通考えてね使う使い方っていうのはねこういった使い方になるかと思います。で今、設置しているのがこれが GoPro Hero 9ですね。でここがスマホに変わったりだとか、あとコンデジですね、コンデジ設置したりして、でこっち側にライトだとか、あとマイクですね、マイクを設置するっていうような使い方になるかと思います。でこのアダプターの面白いところは
ちょうどここの部分ですね。ここの四角いブロックの部分、今一番上側にライト装着してますが、これ両サイドにも同じようなコールド臭があって、全部でコールド臭が3つあります。で、このコールド臭がこう角度変えられるんですよね。まあ、例えば、まあ、コンデジなんか設置した場合、もっとカメラが大きくなるので、これを曲げてやることで、ちょっとここの幅をね、こう広げることができますね。で、ライト設置したりだとか、マイク設置したりだとか、他のオプション関係設置したりっていうことが可能になります。このね、ここが稼働するっていうのが結構面白い。で、さらに、ここの稼働だけではなくて、こういった曲げ方もできるんですね。これね、結構いろいろ考えたら、使い方は無限大にありそうですね。非常に面白いアダプターになっています。スマホだけではなくて、コンデジや GoPro なんか設置して、こういった形で、まあ、持ってやれば、本当にこれで一人で Vlog 撮れますよね。うん、結構これはいろいろと使えそうな感じです。ウランジの PT13 トリプルコールドシューアダプターについては、また後日、もう少し詳しくレビューやっていこうかと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで本日の動画以上となります。なんかちょっと中途半端になった気もしますが、また明日以降も、できたらこの DJI のポケット2使って撮影していきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた。